この4人でだ。って何かわからなかった。でも今私はこの4人でチヤホヤされてバンドをし続けたい。ニジカちゃんの本当の夢も叶えてあげたい。だからこんなオーディションなんかで落ちるわけにはいかない。このままバンド終わらせたくない。